見せてもらおうか、マクドナルドの新商品の性能とやらを。照り焼きは、うん、照り焼きです、シャア専用。今までですか、うん、うん、一番良かった作品ってある？でもう人口の半分が死にましたっていう、そっから最初のガンダムが始まるの。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。普段はゲーム配信をしているものですが、今日はですね、マックの新作のシャア専用マクドナルドを食べる動画になってます。実はですね、僕、まあ、ちょっと前にガンプラ配信したので見た方は分かると思うんですけど、僕めっちゃガンオタで、もう3歳4歳頃からね、お父さんに劇場版のファーストを見せられて、そっからずっとね、まあ、ガンダム好きなんですよ。で今回は普段ね、ゲーム配信とかだけど、これは見過ごせないなと思ったので、ちょっと食べていきたいなと思います。で動画見てる方でガンダムわからない人いると思うんですよ。でシャアとか何とか、なんで仮面かぶってんのとかわかんない人いると思うんで、まあ食べた後とか、まあ、食べながらガンダムについてちょっと語りたいなと思います。でもう早速見ていくんだけど、今回のその新商品たち、体縁ですね、シャアザクが書いてあります。あ、これ順番違うね、これこうだね。本当は、ここにね、フロートにはシャーズゴックが書いてあるんだけど、ちょっとね、出前だと頼めなかったので、いないんだけど、で、次、赤いガーリックテリヤキ、ゲルグが書いてあります。白いトリチ、これはあれですね、ジオングが書いてあります。はい、こちら、ドリンクにも、シャーザクですね、が書いてあります。ナゲット、赤いナゲットですね、辛いやつ、スパイシーナゲット、唐辛子ソース。もろ食べるもうここで、あ、もう全然動画映っても全然いいから、声も入ってもいいから。でも辛いの美味しそうだね。ガンダム知ってる？そもそも俺あんまり詳しくない。詳しくない？見たことある？見たこと、チラッと見たことあるけど、うん、ちゃんと一つの作品最後までは見たことない。あ、じゃあ分かんないか、シャアとかもしかして存在しか知らないので、これ辛いのいただこうかな。めちゃくちゃ、あ、バンズがちょっと赤いね、赤くて、照り焼きはもうテリテリですね。あ、すごい、これカメラ見るか、見るか、チーズ赤いんだよ、チーズ真っ赤じゃん。めちゃくちゃ赤い。え、大丈夫、辛いの？俺辛いのめっちゃ好きだから。ああ、じゃあ大丈夫か、僕も好きだから。いただきます。うん、これ美味しいね。まだちょっと辛さはきてない。で、なんかバンズが、これはね、ソースは普通の照り焼きで、バンズがちょっと唐辛子の味がする。あ、すごいね、こう比べると、ちょっと食べつけであれだから、そうだね、比べるとめちゃくちゃ色違うね、これ。こっちはチーズが辛いんだよね。ね、チーズとソースがめっちゃ赤いね、こっちは。でもこれ、うん、美味しいね、スパイシー。ちょびちぎりいただきます。ちょびちぎり。あ、全然十分。こっちの方が好きかもしれない。うん、なんか、うん、照り焼きは照り焼きって感じだね。照り焼きは、うん、照り焼きです。あ、結構辛いね。辛くてチーズの旨味があるから、もうこれこっちの方がうまいかもしれない。照り焼きの方は照り焼きプラスこう唐辛子の風味みたいな、ちょこっとあるみたいな、ね、うん、シャア専用ドリンク。何味だったかな、これ。うん、なんだこれ。これ何味だ。レッドエナジー味。蜂蜜とガラナを配合し。あ、ガラナなんだ。じゃあ、これも、うん、美味しい。ちょっと炭酸抜けちゃったけど。全然。一旦このナゲット食べますか。うん、辛いナゲットですね。なんかね、後ろにね、この商品は、大変辛いチキンマックナゲットです。本当赤字でしっかり書いてある。まあ結構しっかりめに唐辛子入ってるかな。そのままでも辛いのかな。どうだろう、もうつけちゃった。これ単体でもそこそこに辛い。辛いよ。うん、うん、え、これめちゃくちゃうまいんだけど。確かに辛い。ただ僕も結構辛いの得意だけど、まあちょうどいいピリ辛感。苦手な人は、辛いの苦手な人は多分無理だと思う。このソース美味しいね、しっかり辛い。これ辛いもの好きめっちゃ喜ぶ味してるね。辛くない、おそらく辛くない、ジオングの白いトリチですね。もう白い、まあ、白いは多分ガンダムの方を指してると思うんだけど、うん、チーズです。ホワイトチー、ホワイト、そんなにホワイトしてない。
ホワイトチェダーチーズになってるの。ホワイトチェダーチーズ、ちょっと普段のチーズよりは高級感あるかもしれない、ね、全然美味しい。これちょっと期待以上だったかもしれない、ね、な肉感がすごいいっぱいあるし、3枚だからそのチーズがいつもよりと高級感あるチーズで、うん、ホワイトチェダー、うん、美味しいかも。これはガンダム100キャラ診断なんすかこれ。もしもあなたが機動戦士ガンダム登場人物だったら誰モブキャラから主役、級まで総勢100名以上がのキャラクターから即診断、見せてもらおうか君の診断結果とやらを。スタートでカメラを起動して対象商品のパッケージにかざしてみよう。3つの質問に答えると診断スタート。カメラが切り替わり自分の顔を映すとあなたの顔に診断結果が表示されます。キャラが出たら撮影してみんなにシェアしようって。対象バーガーを収めてください。おすげえ、なんかおおすごいロックオン、モビルスーツ内のロックオンみたいになってる。おお、ああ認識、目動いたんだけど物は動いたんだけど、これ、ね、あんまガンダムがわからない方あんま興奮してないっていう友達との約束をダブルブッキングしてしまった。どちらかを断る。まあ先に予約して約束してた方にするでしょう。どちらかを断る、楽器を演奏するなら僕な、音楽できるっけ。俺は楽器は一個もできないね。僕も一個も音楽2だったから僕は。そんなことある。いや、ギター弾いてみたいよね。あれはいいものだ。これはマクベのセリフですね。言える、壺を持ってる。いや、壺を持ってないやろ今時。ブライトノア。どういうキャラ。そのまあアムロの主人公のアムロが乗ってます、うん、戦艦があるのね、うん、でっかホワイトベースっていうそこの艦長、なんだけどあんま嬉しくないな。あんま嬉しくないな。好きな俳優さんが出ている。口コミ評価が高い。映画見ないからそもそもな。口コミで見に行かない。野球チームで例えると自分は主将、マネージャー、主将かもしれない、うん、友達の班に青のりがついてたらすぐしてきてなかなか言い出せない。青のり友達だったら友達ついてるよ。頻度、どんどんその頻度というかあれだよね。度合いによる。どれぐらい仲いいかによるけど、まあ仲良かったら言うよ。仲良かったよね。指摘するかな。せっかろう。これはどういうキャラ。まあ結構後半で出てくるのは仲間の、その仲間というかホワイトベースのクルーで割とすぐ死ぬ。俺すぐ死ぬ。いやでもめちゃくちゃいい人。あ、いいやつ。すごいいいおっちゃんというか、まあ、全然キャラとしての人気は高くて、名言も結構ある。まあ名言残していいやつ。悲しいけどこれ戦争なのよねとか聞いたことないか。わかんないけど。マジか。でまずこのシャアね、うん、シャアですよ。で結構ねその悲しいストーリーがあるというか、まあ一応その最初のファーストガンダムって言われる最初の作品の主人公の敵キャラとして出てくるんだけど、でもなんかガンダムってそのあんまこう正義の味方みたいな、正義の味方と悪がいるとかそういうわけじゃなくて、すごくリアルな戦争を書いてて、どっちが悪いとかあんまないんだよね、うん、お互いお互いのためにみたいな。でシャアは、まあ、その主人公アムロの敵ライバルとして出てくるんだけど、すごい悲しい物語があって、うん、まずお父さんが暗殺されるのね、まあ、お父さんすごい偉い人だったんだけど、暗殺されて、でその暗殺したザビ家っていうね、うん、人たちがいて、それがまあいわゆるお父さんがやろうとしてたことを全部乗っ取って、こう地球連邦に戦争を仕掛けに行っちゃうんだけど、でだからシャアはね、あの復讐に行くんだよ、そのザビ家っていう、うんうん、そのザビ家の人たちを、お父さんを殺した人たちをもう倒すために、まあ、復讐するっていうのがシャアサイドのストーリー。復讐するんだけど、そのザビ家のもとにまあ入り込むジオンの兵士として素性を隠して入り込むんだよね。だから仮面つけてるの、バレないように。ああなるほどね、まあ、途中で普通にバレちゃうんだけど。そうだ、まあだからそういう一応ストーリーがある。だからこう変な仮面をつけてるんだよね。ああそうだ、僕のおすすめのガンダムをどこから見るかなんだけど、まあ別にどのガンダムでもいいんだけど、うん、新しい映画のハサウェイとかでもいいし、あと今ククルスドアンやってたりするから、どんな作品でもいいんだけど、宇宙世紀をのストーリーを知りたいんだったら、僕のおすすめはジオリジン初代3部作、ゼータ3部作、ダブルゼータ飛ばして逆襲のシャアハサウェイとかかな。まあジオリジンとねファーストはちょっとストーリーの解釈が違うんだけど、
まあ、リメイクみたいなやつなんだけど、まあ、全然この順番でいいと思います。うん、なるほどね。わかるわかる、だから分かってないよね、分かってないよね。ガンダムってなんか、まあ、子供向けロボットアニメとして作られたんだけど、最初はね、40年前、もう43年とか前、42年とか、まあ、当時としてはすごく最初全然売れなかったんだよ。放送したけど全然視聴率取れなくて、ストーリーがまあほんと戦争を書いてて、正直子供には難しいストーリーだったんだよ ね、めちゃくちゃ当時は。そうだね、当時まだなんか合体ロボみたいなそんな感じだから、なんかいきなりストーリーがね、まず人類が増えすぎたので宇宙に移民してスペースコロニーを作って、でそこでそのスペースコロニーに不満が溜まっていくわけよ。やっぱりお金持ちとか上流階級は資源がいっぱいある地球に住むんだよね。でその地球連邦っていうその、まあ、全てを仕切ってる組織も地球から政策をどんどん投げてて、でコロニーサイド、いわゆるスペースノイドっていうんだけど、そっちは、まあ、やっぱり資源がないですよ、宇宙だから、でコロニーっていう、まあ、狭くて正直不安定な場所で、で政策はどんどんなんかコロニーのその建造費とか維持費をなんか住民に税金として税金重くしたりとかして、まあ、どんどん宇宙サイドの不満が溜まっていくんだよね。でそこで、まあ、シャーのお父さんであるジオン・ズムダイ君が、まあ、独立をしようっていうスペースがノイド側でなんだけど、そのザビ家に暗殺されちゃうのね。でシャーのお父さんはジオン・ズムダイ君は戦争はせず、まあ、独立しようって考えてたんだけど、そのザビ家はもうガンガン戦争するぞっていうスタイル、もう地球連邦、もう地球を潰すぞっていうスタイルでやって、で、まあ、そのパースの一年戦争が始まっちゃうのね。でザビ家がまず 何するかっていうと、その超巨大なコロニー、それを中に住民もねいっぱいいるんだけど、その中にその住民がいっぱいいるまま地球に落とすの。もう超巨大よ本当に。でオーストラリアのシドニーが消し去っちゃうの、そこで。やば。でもう人口の半分が死にましたっていう、そっから最初のガンダムが始まるの。なるほどね、ハードだね。そうだから今話した僕の話をなんか本当ね数十秒にまとめたやつをいきなり流すんだよね、最初のガンダムって。だからもういきなりコロニーが落ちて地球の半分が死にましたって言って、小学生は見んわな。うん、でだからそのファンが今多いのも、当時見てた子供たちが大人になってやったストーリーが理解できて、あこんな深いストーリーだったんだとか、言葉の言い回しとかちょっと独特だから、でまたみんな大人もハマるっていう作品。そうね、確かになんか大人の方がハマりそうだもんね。うん、いや本当本当そう、ストーリー的には正直全然子供的ではないです、ストーリーは。まあ、シャアはいろんな名言あるけど、なんか見せてもらおうかみたいなやつ知らない？いやー多分ね、それをガンダムの名言だと認識してないだけだと思う。ああ本当？うん、多分だったらいろんなところで使われるでしょ。うん、そういうなんかネタとして、そういうの結構ありそう。知らずに聞いてるガンダムの名言みたいな。ちなみにガンダム、黒歴史って言葉あるじゃん、あれ語源ガンダムから来てる。ガンダム、ターン A ガンダムっていう作品のところに黒歴史っていうワードが出てて、でそれがまんま、まあ、いわゆる今みんなが知ってる黒歴史っていう意味で使われるような。ね、こんなベラベラ喋るからガンオタはとか言われるんだよね、多分ね。今まででさ、うん、一番良かった作品ってある？難しいね、それ。正直、比べらんないかも。なんか、どのラーメンが一番ですかって言ってる感じ。ああ、確かにラーメン聞いたらね。そう、ジャンルが全部違くて、ストーリーも違くて、本当みんなこのガンダムが一番好きとか、そんな感じ。なるほどね。そう、40年あるから、ちなみに今映画やってるんで、クルスドアン。最初のガンダムの15話の部分だけを映画化したやつ。今日は、あれですね、マクドナルドのシャー専用マックを食べてきました。今日はそう突然途中から来たけど、途中参加しました。チームメイトのゴロ君です。今、はい、すごく美味しかったので皆さんも食べてみてください。ではお疲れ様でした。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to
dance all night long to the